75歳の誕生日パーティーでプレゼントされたスキーのゴーグルをつけるジャンハロルド・ブルンバンジャンハロルド・ブルンバンは都市伝説の概念を広げたことで知られる民族学者、ユタ大学名誉教授、アメリカ合衆国ミシガン州、キャディラック出身。1961年にインディアナ大学から民族学で博士号を受けた。1966年にユタ大学へ移る前に、 いくつかの大学で教鞭を取った。1996年に大学を退職。彼の研究の以前には民話は太古や田舎の文化に関連付けられていたが、ブルンバンのブレイクスルーは伝統的な民話の学術研究で培われた概念を取り去り、それらを現代社会で出回る物語に適応することだった。ブルンバンは1981年の 消えるヒッチハイカーをはじめとして都市伝説に関する書籍を数冊表している。この著作はアメリカ合衆国で都市伝説に対する注目を集めた。その後、ドーベルマンに何があったのメキシコから来たペットクソ。なんてこった赤ちゃん列車が行くなどを表した。ありがとうございます。